はい、こんばんは。はい、そしたら、真の始皇帝第59回、はい、はい、アヘン戦争にいよいよ始まる時の様子ですね。そうですね。はい、お願いします。アヘン戦争というのはですね、イギリスが自分の支配体制を守るためにですね、アヘンの密貿易をですね、清国に強要した事件ですよね。はい、イギリスの中にもですね、アヘンのようなそういう不正な商品のためにですね、そうですよね、戦いを起こすべきではないという意見もあったんですよ。まあ当然ね、ありますね。しかし、イギリスは当時のイギリスの植民地インド支配を確実にするためにアヘンを不正にも不名誉にもですね、中国に売ったわけですよね。神道国民に害毒を及ぼすようなものをですね、彼らは売ったんですよ。まあ、正当化してね、それもまた。事故のですね、支配体制を確保するためなんです。はい、では、戦費の決定はですね、際どいところでですね、決まったんですよね。イギリスの清国遠征決定をしたのは1840年2月のウィリアム・メルボーンという重党の内閣なんですよね。戦争するためには費用がいりますからね。費用はイギリス議会の議決がいるんですよ。戦費の議決は賛成271、反対262、わずか9票の差で不名誉な戦争が決まったんですよね。ウィリアム・メルボーン内閣の外務大臣、彼はですね、盛んに清国遠征をですね、議会に働きかけたんですよね。反対派もいましたよ。グラッド・ストーンという大政治家で、後に総理大臣になる方でございますけどね、このような不正な戦争、不明の戦争をやるべきじゃないというですね、名演説をしたんですよね。それをちょっとで触りだけ読ませていただきますけどね、はい、イギリスの名誉のためにこういう方もいたんですよね。ブラッドステンの反対演説、はい、用意してございますけれど、その原因が、核も不正な戦争、核も永続的に不明となる戦争を私はかって知らないし、読んだこともない。今私と意見を異にする紳士は、反対派の議員ですね、はい、公衆において栄光に満ちて翻っている英国旗について言及されたが、だが、その旗のもとには悪名高い金製品を密輸するために翻っているんだと。そんな旗を守るためにですね、なぜこんな不明な戦争をやるんだ、こう言ってるわけですよね。現在中国で兼用されているその国旗、はい、その旗は我々がまさにそれを見るだけで恐怖を覚え、戦慄せざるを得ないアヘン密輸のために翻っているんだと、うん、グラッドストーンはそういう名演説をして反対したんですよ。しかし多勢には無勢、ね、イギリスはこの不名誉な戦争を決定いたしましてね、歴史に名を刻むことになりましたね。そうですね。アヘン戦争というならば、イギリスが起こしたんだ、うん、ああいうですね、密輸品をイギリスは中国に売って何十万という人間を廃人にしたんだという、そういう汚名があるわけですよね。ありますね。とにかくアヘンというのはですね、一旦食するともう話せんようになるんですよね。吸わないと脱力感が生じる、気力がなくなる、そして吸えば吸うほど体がですね、枯れ木のようになって死ぬんですよ。そういうアヘンをですね、将来に希望を失った中国人たちね、彼らが
円窟と称するところへですね入って するわけですよね。その時の悲惨な状況を描いた絵が残っておりますけどね、なぜ彼らがそんな状況に追い込まれたというのはですね、まあ未来に対する希望がないわけですよね。秦王朝というのは後半は汚職と、それからあまり働かない役人のためにボロボロになる。また亜鉛製のその戦争の結果、莫大なですね損害賠償金を秦はですね背負うわけですよね、イギリスに対して。イギリスに対し賠償金だけじゃありませんよ、没収した亜鉛の代価も払うんですよ。しかもそればっかりじゃなくてですね、中国の商館の方々がイギリスの業者に対し負ってる債務、これも払えと言ったんですよね。うん、むちゃくちゃですよね。それも払うことになったんですよ。むちゃくちゃですよ。うん、その賠償金を払うためにですね、税金をまた課すわけですよね。その税金のために一般市民が苦しむわけですよ。だから亜鉛戦争の後にですね、それから10年後に太平天国の乱が起きるわけですよね。太平天国の乱についてもちょっとポイントだけですね申し上げたいと思いますけれど、ちょっと先を急ぎますね。では戦費の激突をしたイギリスの艦隊がどれだけですね秦国に出されたかというと、ここに列挙しましたね。ウェルベリー以下、これだけの軍艦が出されたわけですよね。そうですね。彼らの軍艦が装着した大砲の数が右手に書いておきました。これだけのですね大砲を備えた近代的な軍船がやってくるわけですよね。そしてこの軍船が甲州からずっとこの天津までね沿岸をですね砲撃するわけですよね。砲撃すると秦国の抵抗がやみますね。抵抗がやむとその船をつけてイギリス兵が上陸するわけです。上陸して略奪の限りを尽くすわけですよね。もちろん若い女は強姦いたしましたね。その時の記録が甲州海味記というですね、これは代表的な一つを取り上げただけでございますけどね、ここにですね惨憺たる状況が書いてございますよ。その時犠牲になったですね70数人の女性の名前も書いてございますけどね、そういうですねもたらしいことがこのイギリス海軍がこの沿岸でですね至る所で起こしておりますよ。そして中には抵抗する軍隊も農民もいるんですよ。向こうは人間の数多いわけですからね。したがって上陸したですねイギリス軍兵を農民が取り囲んで鎌や隙でですねやっつけることもあったんですよね。鉄砲で撃つ行ったってですねわーっと無所の衆にような、人民に押しかかのしかかられるまでやれるわけですよね。そうすると次のですね占領地ではですねもっと残虐な行為をイギリス兵がやりましたね。その記録が残っておりますけどね、日本も日中戦争の時にですね残虐な行為をやったということでですね欧米諸国が非難しておりますけどね、その日じゃありません。そうですよね、この時のですねイギリス兵のやった行為はですね記憶に残っております。この軍船ですよ。そうですよ ね。それからこの軍船が来る前に、イギリスのですね商務官がですねエリオットというのがボンジとヒアシンスというですね船をですね動かしまして、この時に甲州の港爆撃
保有しております、うん、その時に、林則者の指揮する船29隻ありましたけどね、攻撃のために残ったのは2隻しかなかったということですから、いかにですね秦国の装備が劣ってたかというのは分かると思いますけどね、それにもかかわらずこれだけの船をよこしたんです。それは徹底的に秦国を痛めつけてですね、自分の有利な条約を結ぼうということですよね、そして同皇帝は降伏いたしました、はい、もうこれ以上戦えないということですよね。向こうは数倍する戦力じゃありませんよ。それこそ火縄銃とですね近代的な兵器と戦っているようなものでございますからね、降伏いたしました、はい、それは1842年の8月29日ですよ。南京条約を結びました。中国が初めて結んだ不平等条約とされておりますね。そうですね、不平等ですよね。そしてこの条約をもとにですね、各国が秦国にインスダビド条約を結べということで結ぶわけですよね、うん、ではここ見てください。日清戦争後の列強による中国を分割ということでですね、各国がどこを占拠しているかということが分かりますね。ロシアはこの辺一帯ですね、ドイツはここ一帯ね、まあ三島省のあたりでございますけど、イギリスは沖縄部分を支配してますね。フランスもそうですね、アメリカもそうですね。列強がですね中国の要衝の地をですね占領し租借しということで借りるんでございますけどね、事実上取っていると思うんですよね。そうですよね、うん、そして賠償金もそれぞれ課すわけです、うん、中国が提供いたしましたね、連戦連勝でみんな勝つんですよ、そして条約を結ぶためにですね中国から賠償金を取るわけですよね、莫大な金額になったんですよ、うん、それはまあ秦王朝が、まあ帝国の対応なしてないからですけどね。そうですね、まあでも日本はこれを見てね、多分、うん、大きな、ね、中国のですね参考になったんですよ。惨状を見てね、うん、明治維新政府はね、まあ対処間違いなかったんです。まあ日本はですね、特に薩長軍とですね幕府軍が戦いましたね、その時にイギリスは薩長にですね金を貸す、兵を貸すと言ったんです。フランスは幕府に金を貸す、兵を貸すと言ったんです、うん、しかし中国のアヘン戦争の状況をですね日本は研究しておりましたからね、外国に干渉を許すとね中国のようになっちゃいかんということで断ったんです。外国の勢力を排除して日本人同士で戦ったんですよね。その結果は明治維新になりましたけどね、はい、外国の植民地になる、うん、そういうことはですねなかったんですね。そうですよね、それはもうすでに日本はですね、はい、もうこの情報を取っとったんですよ。そうですよね、先ほどちょっと挙げましたけどね、大国図志というですね、はい、林則徐がですね、うん、まとめた情報ね、それを日本でもね向こうで出版した12年後にはですね日本でもですね小平さんが学問所でですね日本語に直して出版して、はい、それがですねずっとですね全国的規模でですね、ね地方の藩校から田舎の学域までですね、ね普及しとった。海外の情報にですね日本はそんなに遅れることなくですね情を取ってたんですよ。だから対処を間違いなかったんですね。そうですよね、そういうことでございます、はい、ありがとうございました、はい。